日輪聖人像明輪寺境内大磯塾、商売繁盛の守護神、熊尾稲明輪寺は、神奈川県中軍大磯町大磯1582にある日蓮寺院。3号は、福寿山。現在の本堂は、明治時代に火災で消失後再建されたもの。日輪聖人像、美写門天像などを安置する。旧本山は、 引きだに妙本寺。池上、香る氏方園。塩分元年この地の新言寺主は、鎌倉日が谷妙本寺、池上本門寺、遼山の賛成である王行阿ジャリ日輪と、大いに衆議を論じたが、ついに真珠にして、胸を改め寺を日蓮に献上した。翌円分二年日輪は、片側を今のこの地に進め、四月開道して、説法をし、 福寿山妙林寺と合した。また栄章尺として、今日に至る。海ん日輪の母は、妙明,明らにであり、二の父は、院東領主院、東次郎左門の城藤原助けてると言い,い、母は、工藤助常の娘である。東山日蓮聖人像は、放送身代わり主語の像と言われた。現在も、病気身代わり主語の像として、祈願産経が多い。 徳川時代は、紀州家の姫が、たびたび宿泊し、また、江戸城の奥女中の参詣が少なくなかった。天保7年9月5日夜9辻、北か、横丁大工範7、火元にて、宿内大半消失、自他11時焼きした。その後仮建物で過ごし、明治末に、現在の本堂は再建されたものである。古文書と仏像の一部は災いを免れて、 特に東山二世である日なおに授けた、海産日輪聖人神筆曼荼羅が現存し、日輪聖人像も保存されている。境内にある熊大稲荷は、大磯熟小繁盛の守護神として伝わる。日蓮聖人像天聖海艦が妙輪寺ドッグラン。ありがとうございます。